こんにちは、ぷくです。っていうか今おはようございますなんですよ。ちょっと顔がむくんでるでしょ、朝早くて。今日はですね、昨日がサンクスギビングで、本日ブラックフライデーということで、アメリカでは街中セールになる日なんですよ。みんなね、朝っていうかむしろ夜中からお買い物に行く日みたいな感じだったんですけれども、最近はですね、もうほとんどそんなこともなく、みんなネットで買って終わりとかっていう方が多いんですよ。とはいえ私はね、昔のもう大行列でお店に並ぶっていう祭り感がすごい好きで、思わず外に出てきてしまうんですけれども、前回の動画も1年前の動画はまさにブラックフライデーという感じなんですけれども、いつも行くお店に来てどうなってるのかっていうのをお見せしたいなと思って、で私いつもと違う服着てるんですけど、今日この後お仕事があってこんな服を着ているんですけれども、とりあえず今来たのがザンウォルマートですね。どんな雰囲気かお店の中を見に行きたいと思います。まだ7時前なんですけど、結構お客さん入ってそうですね。多分今日だけではないと思うんですけど、そこそこみんなお客さん来てますね。みんなどんなものを買いに来てんだろう。ちょっと人がいっぱいいそうなところに行ってみようかな。あ、このプライスがついてるのがブラックフライデーの安くなっている商品ですけど、多分ね、もうこの辺はね、ネットでもう安く買えてたんですけど、みんなまだこう名残じゃないですかね。結構お客さん入ってますね、朝早くに。カートに積んでる人がいっぱいいる。私なんかこういう方が気になっちゃうなこれね、ターキータイマーってここにターキーにブスッと刺すんですよ。まあ、焼けるとこのピンが上がってくるっていうやつだと思います。実はね、私そんなにターキーは作らないんでね、あんま詳しくはないんですけれども、毎年そうなんですけど、私そんなに欲しいもんないのに来るんですよね。あ、でもこれかわいい。白いお鍋とかフライパンとかついてる。これで$89だそうです。ちょっとかわいいなこれ。あと5個しかない。あ、これうちの娘が欲しいって言ってたやつだ。これ面白いのかな、私には分かんないんですけど、ちょっとこれクリスマスプレゼントにしようかな。でもなんかみんなカートの中見るとおもちゃを買ってる方が多そうですね。これも楽しそう、ね、バスボムとネイルとリップ。あら、これ$30で売ってんだ。うち欲しいなと思ってたんですけど、すごいうるさいらしいんですよね。石を入れて石がこうツルツルになるというマシンなんですけど、普段ね$100近く売ってるんですけど、$30ということでちょっと気になりますね。一応こっちも見てみようかな。だいたい真ん中の通路になんか安いのが置いてあって、みんなそれを買ってるのかな。これおもちゃなのかな。13歳から乗れるバイクのおもちゃ売ってますよ。これ$248、369。コールマンから出してるジャグジー。かなりね、昔よりも、平和になっております。これも楽しそう。とはいえね、こんな朝早くからみんなねお買い物してますね。まあ私もそうなんですけれどもキッズパジャマ$6。こちらのパーカーは$20ですね。このおもちゃね、ちょっと気になるんですけどね、高い$64、安くなって$64だ。あ、ここのパジャマどうも人気みたいです。いっぱい人がいる。セットで$12だ。何が$12なんだろう、見てみよう。上下セットのパジャマですね。これが$12です。あ、こっちはさっきのは男の子用だ。女の子用の$6のパジャマも売ってます。こっちはベビー用かな。ベビー用の方が高いんだ。こっち$7。なんかこんな感じのパジャマ売ってますよ。$20。ブーツ、これちょっと私気になってたんだよな。これで$20。すごいパジャマがいっぱいあるんですね。ここはもうロープライスでブラックフライデーのプライスじゃないということは、もうさっき歩いてきたところがだいたいブラックフライデーのプライスになってるんでしょうね。あ、これは6時から売るよって書いてありますね。家電、電化製品は結構人気ですね、お店の中。ただね、ロープライスっていうか書いてあるだけでブラックフライデーっていうのはなさそうなんですけどね。これね、プライスがついてなくて今調べたんですよ。そしたらこれが5ドルで、これが6フィート 1.8 メートル、これね10フィート3メートルかということで、こっちがね4ドルになってるそうです。ちょっとじゃあこっちを買おうかな。38ワットだもんな。気持ち物足りない感じ。あー、でもちょっといいかも。これもまた調べないと値段がわからない。聞いてみようかな。はい、how much this one? $10. Okay, thank you. これは10ドルだそうです。美味しそうこれ。あ、そうですね。クリスマスぐらいになるとね、こういったこれチートスなんですけど、こういったねギフト感が出ます。これ8ドル98。これはまあねブラックフライデー関係ないんですけどね。この朝早いお買い物、結構私は嫌いじゃないんですよ。それはね、お薬系の方に来ましたよ。シャンプーとかね。クリスマス近くなるとこういったねギフトボックスも売り出されます。これで15ドル。私ね怖くてあまりいろんな化粧水とかつけれないんですけど、ちょっとこれお試しサイズでいいかもしれないですね。あ、かわいいこれ。ただちょっとスヌーピーはいいんだけど、クリスマススヌーピーだな。あ、これなんかめちゃくちゃかわいいじゃん。レッド&ワイルド、かわいい。これでおいくらでしょうか。ちょっとね値段がわからないんですけどね。フェイスソープ&スクラブセット、かわいい。これいくらなんだかわからないけど、すごいかわいい。これ何ですかね。スヌーピードッグハウスメイクアップスポンジケース、スポンジケースかわいい。これを入れるんだ。また余計なものを買ってしまいそうですね、私。お店ではもう種類はあまりないんですけど、ネットで買うと結構種類が選べて、お値段も分かります。ここお値段も載ってないんですよ。まあそこがアメリカなんですけど、この辺にからポンって置いた感じになってます。ウォルマートはねそろそろこの辺で、まだあと1時間ぐらい私時間があるんで、お仕事行くまでにちょっと次のお店も行ってもいいかななんて思っております。すごいですね、クリスマスの洋服。まだねあと1時間ぐらい時間があるので、今回やってきたのはもう1店舗、もうこれはねおなじみなんですけれども、こちらターゲットですね。ターゲットもちょっと覗いてみようかと思います。今ね時刻は7時半で、ターゲットがいつも8時からなんですけどね、今日はブラックフライデーということで7時からオープンしています。何か安くなってんのかな。ターゲットはね週替わりとかで安くなったりしてるんで、はい、T シャツが5ドルになっております。こちらもねやっぱ朝早いんですけど、ブラックフライデーということでお客さんが結構いらっしゃいますね。この辺が 40% オフ、スポーティーな洋服ですね。メンズもちらほらこういった感じでブラックフライデーのタグを見つけることができます。やっぱねブラックフライデー家電が安くなることが多いんでね。これは掃除機、そうなんです。これねアメリカの掃除機、日本と違ってねこのタイプっていうんですかね、大きいんですよすごく。このね写真でわかるかと思うんですけれども、私はすごい使いづらくて、今はねダイソンの日本と同じような形のを使ってます。アメリカで買いましたが、ここは普通にセールを行っているみたいですよ。ハムを電動でカットするマシン売ってます。こちらね、安くなって 19.99。 私が持っているキッチンエイドにこうエクストラでなんかこうマシンのね先にこうつけてミンチ肉を作ったりとか、これはシェイブアイス、かき氷を作るマシンが少し安くなってます。かき氷食べるのに$99、普段はこれ 74.99。 3ピースパスタローラーだって。でカッターセット、これ普段$299が$50オフの 169.99 ということですね。こう通路のね上のところにこうブラックフライデーって書いてあって、通路側にブラックフライデーの安くなっている商品が置いてあります。ブラックフライデーといえばおもちゃが安くなるイメージがあるんですけど、バイワンゲットワン 50% オフということで、1個買うと1個が半額になるということになってますね。これはブラックフライデーではなくセールなんで、26日までか。あと2日はそうだ。この辺のおもちゃがブラックフライデープライスになってるみたいですね。LOL とか OMG のトイですね。なんだろうこれ、かわいい。ガムが上から落ちてくるんだ。クリスマスの商品はですね、柄をぐるっと見たんですけど、お値段そんなに変わってなくて、クリスマスツリーだけがこう 40% オフになっております。ターゲットのベビー服は非常に可愛いんですけど、こちら長靴が 40% オフです。こんな可愛いデザインでございますよ。お値段はですね、この長靴で 26.99 が 40% オフになっております。ちなみにこちらが 19.99。 あと婦人服っていうんですかね、婦人服が 30% オフになっております。毎年ですね、この子供服、今子供服売り場に来たんですけど、毎年子供服がね少し安くなってたんですけど、今年はお値段変わらずでしたね。ちょっとずつ変わってますね。こちらターゲットのギフトセットみたいな感じのが 25% オフになっております。車にはまるオンザゴーパーフェクトフィットって書いてあるから、車にはまるのかな。ティッシュペーパーかわいい。ただこれ$4.29、2個で$4.29って結構なお値段だな。すんごいいっぱいある。さて、とうとう仕事に行く時間になってしまいました。今回のローカルのお店のブラックフライデーいかがでしたでしょうか。今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。